ギエとチギリエチャンネル。お世話になっております、神木ちぎりです。今回はこの前の顔の続きしていこうかと思います。緑と青で分かれてるんですけども、緑色が青緑色をイメージしているので、これをここ、これをここで描いていく。こういう緑じゃないんですよね。エメラルドグリーンというか、この色を目指して描きたいので、意外とない色なんですよね、世の中に。なのでちょっと折り紙を集めるのが難しくはなってきてる。よし、始めていきます。ある程度できてきました。こんな風に緑と青で交互に色を塗っていこうかなと。緑と青と大雑把にお伝えさせてもらったんですけれども、緑色さりげなく 1,2,3,4 色、この子たちはちょっとしたアクセントで色をつけてるだけなので、緑色に含めないとさせてもらうと、 1,2,3,3 色を使ってペタ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 と貼らせてもらってるような形です。青に関しては同じですね、3色を使ってペタ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 と貼らせてもらってるような形になってきてます。で、私の中で四角というか、このぐらいの同じ大きさで切るのを目指して貼っているようなものではあります。なんとなく、まあ、大体同じような大きさで表して貼っている。なんでかっていうと、カメレオンちゃんの皮膚を表しているこのちょっとしたブツブツといいますか、この鳥肌じゃないですけど、この皮膚を表すために同じような大きさでブツブツ貼っていっている。で、同じ色をずっと貼ってても面白みがないので、各3色ずつ貼ってカラフルに鮮やかにしていこうかなっていうとこですかね。結構頑張りました。貼っていきました。今度ここの真ん中のところですね、ここは白と青ですね、ここの部分になってきますね。白だけだとせっかくの皮膚感、ブツブツ感を出してみたのに、ここだけ急に真っ白かよってなっちゃうと、のっぺりしちゃって面白みがねなくなっちゃうので、白だけじゃなくてちょっと緑がかった色だったり、もちろん白多めですけどね、とちょっと白に近い白じゃない色を入れたりして混ぜて描いていこうかなと。あとここですね、ここの部分もこの子でいう白と赤の部分ですね、ランダムに塗っていこうかなと思います。だけど赤と白だけだとつまらないので、ちょっとオレンジも加えたりして、明暗というかここみたいにねやっていこうかなと。オレンジと赤と茶色をバババッと混ぜてやっていく。なんか私自分で言うのもあれなんですけど、ステンドグラスみたいですね。かわいい、かわいい、きれい、きれいにできてきた、嬉しいな。面白い。それちょっと言いたかっただけなんですけど。はい、続きここですね、頑張ります。できました。トゲトゲのところだんだんできてきて面白いですね。今度ここの腕のところですね、赤と緑と青もですね、はい、できました。いや、なかなかいいんじゃないですかね。これから切り絵を載せた時にどうなるか楽しみです。私のこだわりを伝えさせてもらうとすると、ここの皮膚の部分は全部同じような大きさで表してやってみてます。ここの腕のところに関しては、この向きに折り紙を貼っていってるような形です。まあ、例えばこの黒枠がなかったとしても、ここは腕だよって思わせる技と言いますか、無意識にやってましたね。ここも手が下に下がってるから、きっと下に向けて折り紙貼ったんでしょうね。
いや、いいんじゃない？食べるのが楽しみです。 A4×4 の A2 サイズになってきてますね。もうこの手を見てもらったら分かると思うんですけど、かなり大きいものになってきてます。この子たちのちょっとした短い動画に関しては、インスタグラム、ツイッター、ピンタレスト、YouTube ショートで投稿させてもらってるので、もしよかったら見てもらえたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。また次回も何作るか分かんないですけど、見てもらえたら喜びます。お願いいたします。失礼します。